こんにちは、みじゅです。今回はなんとレクサスのフラッグシップ SUV LX LX を紹介させていただきたいと思います。で、私は過去にねランクル300の動画を、撮らせていただいたことがあるんですけど、よかったらそちらのランクル300の動画も合わせて見ていただいて、両者のいいところをそれぞれご体感いただけたらなと思っています。で、 LX は5種類グレードが用意されてまして、で今回はこちら一番上位グレードのエグゼクティブをお借りしました。で、グレードがね、5種類あって、で乗車定員はこちらが4名乗りになります。あとは5人乗りとあと7人乗りが用意されています。なので、乗車定員は3種類ですね。3種類ご用意があります。で、エンジンの方なんですけれども、エンジンはすべて同じで V6 の 3.5 リッターツインターボエンジンとなっております。駆動方式はすべて AWD 4輪駆動となっております。ではエクステリアデザインをね見ていきたいと思います。エクステリアデザインは威厳ある力強さと、あと洗練された上品なデザインが融合されたデザインとなっておりまして、レクサスのフラッグシップ SUV にふさわしいデザインだと思います。で、こちらは次世代レクサスの第2弾として登場しました。第1弾が先日私も動画に上げさせていただいた NX が次世代レクサスの第1弾です。で、次世代レクサス第2弾がこちらの LX となっております。で、こちらなんですけど、ホイールベースは走破性に優れる 2850mm となっております。で、ボディなんですけど、骨太なボディに加えてレクサス最大となる、見て、22インチタイヤ、大迫力のね存在感のある1台となっております。で、こちら LX エグゼクティブ、ちょっとタイヤがね265/50R 22インチタイヤが標準装備となっております。 LX600 には265/50R22 タイヤ、単造アルミホイール、こちらがメーカーオプションとしてご用意がございます。では続いてフロントマスクです。フロントマスクなどを見ていただくと分かると思うんですけど、複雑な形状の部品がねいろいろと使われております。なんかこの複雑な形状の部品の組み合わせがまるで工芸品的な作り込みで、すごい洗練された上質感を表現してくれてますよね。で、グリルとエンジンフードを見ていきたいと思います。グリルなんですけれども、 LX にふさわしい新しいスピンドルグリルが採用されております。7組のフローティングバーを立体形状で作っていて、フレームのないシームレスなデザインとなっております。でね、一つ一つのバーの厚みをミリ単位で細かく調節することで、デザイン性と、あとエンジンがねツインターボなんですけれども、ツインターボエンジンを搭載に伴う高い冷却性能を両立してくれています。そしてエンジンフードのね、ここわかるかな、中央にちょっとへこみがあるんですけど、このへこみ形状は前方の視認性、運転席から見た時の視認性の良さを、向上してくれる役割、高いデザイン性と実用性を兼ね備えてるところがさすがレクサスさんだなって印象を受けます。こちらですね、こちらは三眼 LED ヘッドランプとなっております。で、こちらは小型の三眼 LED ヘッドランプで、力強さとアグレッシブさを表現しています。インナーレンズを二重化し、それぞれに異なる段差、見えるかな、異なる段差を設けることで奥行き感と見る角度によって変化を与えてくれます。じゃーん、はい、こちらリアに回ってきました。こちら横から見ると分かるかと思うんですけれども、強い塊感が表現されています。分かるかな、はい、前方からね一体感のある水平基調なデザインとなっております。またリアの中央に配置されたこちら、最近バラ文字のエンブレム流行ってますよね。次世代レクサスを象徴しているそうです。最近本当にバラ文字のもの多いですよね。なんか街中でもこういうポン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 っていうのをねよく見かけるようになってきました。トレンドなのでしょうか。続いてはリアのランプなんですけれども、コンビネーションランプですね。フル LED リアコンビネーションランプとなります。で、フロントからショルダー、そしてリア
のシルエットに連続する軸の流れのように作られています。で、L 字型になってますね。こちらテールが L 字型になっていて、レクサスとしての一貫性がね、感じることができます。またリアフォグランプもあるんですよ。こちらリアフォグランプがついています。こちらはどういう時に役立つかっていうと、例えば豪雨の時とか霧で前方車両が見えないぐらいの視界の悪い時に、まあ、自社のね存在を後ろの後続車に伝えるために、やっぱりリアフォグランプあるとすごく安心感がありますよね。オフロードも走れるし、街乗りも走れるし、やっぱりこの LX っていう車はどんな道でもどんな環境でも安心して走れるような車、上質な車に仕上がってるんだなっていうのをすごく感じました。ではせっかくなのでエンジンルームをね見ていきたいと思います。エンジンルーム見たら、インテリアデザイン見ていきましょう。はい、ガソリンタンクはこちらですね。こちらで、ボンネットはこちらで開けます。ガチャン。はい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 、ここですね。ほっうん、お願いします。あー、助かりました。ありがとうございます。開けてもらいました。 3.6 リッターのツインターボエンジンが搭載されております。エンジンの位置は、こちらアルミフードなんですかね。すごい軽くなっております。では中を撮影したいと思います。失礼します。よいしょよいしょよいしょ。あ、この締まりの良さ。で、あとこれなんだっけ、ちょっと名前忘れちゃったんでちょっとテロップ書いとくんですけど、ちょっと不安定締めるね。ほら、勝手にロックされるやつ、なんて言うんだっけ、ちょっと名前忘れちゃった、なんだっけ、もう一回やろう。不安、え、なんだっけこれ、なんて言うんだっけ、ちょっとテロップ書いとく。この締まるやつが搭載されています。ではインテリア見ていきたいと思います。インテリアデザインのコンセプトなんですけど、車とドライバーが直感的につながってより運転操作に集中できる新たなコックピット思想、タズナコンセプトを取り入れています。こちらのね、タズナコンセプトなんですけれども、例えばスムーズな視線移動と手元操作の実現をして、オフロードからオンロードまでドライバーと車が直接的に対話しているような深い対話感を実現しています。で、運転視界なんですけれども、私のいつもお世話になってるジャーナリストさんたちが私のね撮影を待っててくれてます。目線の移動が無駄がないように配置されてるんですよ。ちょっとエンジンかけますね。で、目線の移動が無駄がないように配置してるのはどういうことかっていうと、こちらの前方の道路からこちらのヘッドアップディスプレイが表示されるんですね。速度表示がで、からのメーターからの 12.3 インチのタッチディスプレイ、こういう目線の移動を最小限に抑えたりとか、そういう配置にもねすごいこだわりを感じます。スムーズな視線移動を実現しています。メーターの真ん中にマルチインフォメーションディスプレイを採用しています。走行モードに応じて必要な情報や走行状況などを表示します。オフロードなどの過酷な状況下でも車両の状態が一目で確認できるように、レクサス伝統のエンジン油圧計、バッテリー電圧計などアナログ4新メーターを組み合わせています。この辺のことですね。中央の操作系なんですけれども、マルチテレインセレクトなど走行系のスイッチをセンタークラスターの手の届きやすい位置に配置しております。急勾配なので、例えば急勾配上り坂で私が、まあ、シートに体がグッてなってる時でも手がね届きやすいような位置に配置しています。また押しやすさとかもすごい重要視されています。考えられてるんですよ。ヒーターコントロールスイッチなどのスイッチは人間工学の観点から機能的に整理して、7インチのタッチディスプレイの下にスイッチを配置して、ドライバーに近い 12.3 インチのタッチディスプレイを上端にで水平に配置してるんですね。で、水平に配置することによってアクロ走行時など平行感覚が把握できるようになっています。こういうインテリアデザインの配置がドライバーの平行感覚をつかむ補助をしてくれるなんて思いつかなかったです。こういうねきめ細やかな工夫が多くてすごい驚きますね。
続いて温度調節のねスイッチはこちらですね。直感的に操作しやすいトグル式を採用しています。その他のスイッチは手に馴染むへこみ断面をプッシュ式で採用しています。こういったスイッチ類ですね。でハザードランプなんですけれどもこちらですね。ハザードランプはここにね左右にフレームを設けてるんですよ。これがどういう時に役立つかっていうと、例えばオフロード走行時なのでここに押した時に指のね横滑りで起きる誤操作を防いでくれます。ここにフレームがあることで指がツルンってなっちゃってもここでストップできるみたいな、こういうね細かいところの気遣いがやっぱさすがだなって思いますね。でこちらですね、駆動系のスイッチ、こちらはオフロードの指の横滑り防止に配慮した深掘りの断面とし、例えばグローブを着用している時とかもオフロード走行でも、まあ、押しやすいような形状となっております。かなり大きいボタンで設置されております。コックピットに座った感覚なんですけれども、程よく包まれ感があるドライビング空間だと思います。すごいなんかホールドされてて、この辺とかもねこの足回りとかもすごい包まれ感があって、運転にすごく集中できるような環境にもなってる上に高級感もあって、で座席もねすごい座りやすいんですよ。シートについてもこの後お話しするんですけど、なので、まあ、運転に集中できるかつラグジュアリーな空間が広がってて、いや本当に他にはないような作りだなって感じます。ちょっと撮影の時間が少なくなってきました。はい、ステアリングなんですけれども、この辺は本革ですかね。でここに木目調のデザインがついていて、私すごく好みです。このセンターコンソール周りとかもこんな感じのデザイン性となっております。でシフトレバーはこんな感じです。なんか骨太な感じですごくかっこいいです。では続いてシートのご紹介したいんですけど、ちょっと私が座ってて見にくいね、ごめん。シートはこんな感じです。すいません、見にくいねと言いつつまだ私座ってるんですけど、こんな感じのねデザイン性となっております。でこちらのシート座ってると本当になんか背中をねこういう風に半円を描くような感じで包み込まれてるようなサポート感が得られてすごくいいです。っていうのは、例えば上部こちらの背中の部分なんですけれども、広く背中を包み込むような肩周りの形状と、あと運転時のここにハンドル操作、腕さばきに配慮したランバー形状を融合させていて、機能的でありながら柔らかな線使いによって立体感のあるシートとなっております。またクッションパッドに座面の安定性と、あと圧力の分散性の高い素材を使用しているので、高度分布の最適化により腰の横揺れ、こちらを抑えてくれます。また上体の傾きを低減することで低 G 領域でのホールド性を確保してくれます。なのでオンロードではもちろんなんですけれども、オフロードなどここに横揺れとか段差とかが激しい時でもちゃんと包み込んでくれて、まあ、体の横滑りとか前滑りとかを防止してくれるような、本当にねふわっと包み込んでくれるような柔らかい線使いで座りやすいです。すごくね、ここ落ち着くコンフォートな空間が広がっております。でもう一つ紹介したい機能があるんですけれども、シートベンチレーションという機能も素晴らしいんですよ。エアコンからの風をシート内に吸い込む吸引構造により、冷風が乗員の体の脇をすり抜けて冷涼感を得られるようにしてあるそうです。続いてね後席に行きたいと思います。こちらのグレードは4人乗りとなっております。後席のラグジュアリー感 VIP 感がねすごいので、レクサスの方にご説明をいただいた動画があるので、そちらを差し込んでいきたいと思います。こちらのパネルで操作していただきます。で、はい、シートのあのこのコンテンツ押していただきますと、で今座っていただいている左席の、左席で、ここからこちらのボタン、人が寝ているようなボタンを押すとですね、一気にあの安楽の姿勢になるんです。ちょっとボタンします。お願いします。わすごい、シートが倒れていきます。すごい。で助手席がここから前に出ていきます。ヘッドレストが、ヘッドレスト格納されて前に出ていきまして、
すごい。でここからの助手席の背もたれあのにフットレストがついてます、はい、でこれの操作はこちらになってまして、はい、押すとこれも電動、まあ、ちょっと押し続けるようになりますけど、すごい。足乗っけられる？あ、大丈夫です。はい、ちょっとこのままだと遠いと思います。で、はい、こちらでですね、あの助手席のスライド調整していただくことができます。あ、すごいですね。で、あのちょうどですね、つま先が背中に当たるぐらい、はい、と高さ方向はちょっとまあふくらはぎが触れるぐらいのところで調整していただくと、すごい微調整。はい、あのいい感じに座れると思います。はい、で、ちょっとここ掘り込まれているような形になっているので、はい、まあ、オフロード、まあ、オンロード問わず、うん、あの横に揺れた時にも足が固定されるような感じになると思います、ね。ここが溝に深みになってるから、そうですね、はい、横滑り防止というか、はい、そうですね、足が。ちなみにリクライニングももう少しまだ後ろ下げることができるので、はい、ここはあのもう、本当だ、ここちょっとあの自分のよろしいところで調整していただければいいです。すごい。でこのヘッドレストも、はい、カチカチカチと 3段階ですけど、はい、調整ができるので。手でやるんですか？手ですね。お、あ、はい、あ、本当だ。一番前までいくと初期まず戻っちゃうので。あ、なるほど。じゃあ3段階やって、はい、奥までやると戻っちゃう。あ、なるほど。はい、はい、ちなみに、はい、この一番左のボタン、これモニターがちょっと邪魔だなっていう時は、はい、こちらを押していただくと、確保できるので、まあ、テレビとか見ないよっていう時は畳、はい、んでいただいて、あ、まあ、まあ、前方視界が開けましたね。はい、すごい、はい、ありがとうございます。最後この状態から、まあ、初期の状態に戻すボタンがこちらにあります。はい、ちょっと押しますと、あの、あ、フットレストが固まり始めるので、はいはいはい、ちょっと少し長押しをしていただくと、はい、格納が初期に、あ、背もたれも上がってきた。戻ってきて、シートも確認されると。で、助手席初期の状態に戻したいときは助手席のボタンを押していただいて、うん、このボタンを押していただくと、はい、あ、戻ってきた。シートが戻ってきます。おお、この液晶もでかい、なんか iPad がついてるかのような。そうです、はい、ね、すごいですね。こちらパノラマルーフが上部にございます。よいしょ。こちらも手動なんですけれども、バイザーが出てきます。で、ドア周りはこんな感じですね。この辺はピアノブラックとなっております。で、センターコンソール周りはこちらですね。ドリンクホルダーが2口ついております。ピアノブラックですね。ツヤツヤで綺麗で、こちらは置くだけ充電ですね。私、置くだけ充電に携帯を置くと必ず忘れていくんですけど、皆さんどうですか？私必ず忘れていきます。なので今日は置かないようにします。で、エアコン送風口がこちらにもございますね。このボタン何？あ、前方のセンターコンソールでした。はい。で、こちらにも何かありますね。こういうものはね、全部押したくなるんですよね、私。あ、タイプ C の USB 充電口が、タイプ C が2口と、あと HDMI が1口ありますね。はい、ありがとうございます。で、こちらスピーカーかと思ったら、なんとエアコンでした。この鉱石のリクライニングを倒した時に、ちょうど上部からね、柔らかい風が降り注いでくるような演出がなされています。めちゃくちゃすごいですよね。そよ風かのようなね、あと柔らかい風が降り注いでくるようになっております。ではトランク開けたいと思います。もう約束の時間になっちゃう。今日30分で撮影してるの。はい、開閉速度このくらいですね。で、はい、トランクルームはこんな感じでございます。で、高さは私が1750で、はい、拳ちょいです。で、こちらが AC アダプター、あ、100ワットがございます。こんな感じですね。で、トノカバーがございます。で、こちらなんだろう、ソフトパッドのなんか、あ、後部座席と座席仕切ってるのかな、これがついてます。で、床下収納が、あ、こんな感じですね、ついております。はい、ということで、はい、駆け足だったんですけど、LX 紹介動画こちらで終了となります。ご視聴いただきありがとうございます。もしかしたら最後に試乗動画アップするかも、それか試乗動画別にするかも、ちょっと検討中ですが、ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。
わったわったわったよし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 。2分オーバー。